皆様こんにちは。アップタビートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。気がつけば、8月ですね、夏休みですね、わはい、エンジョルサマーバケーションしてるかいみたいな、そんな季節がやってまいりました。そして、まあ、毎年恒例になりつつある、今年で3回目の巡業と呼ばれる企画を実行してみたく、思います。夏巡業、今年もいろんな各地を回ってみたいなと思います。まあ、本当にまあどうなるんだろうかという、その不安がすごい毎回毎回大きいイベントなんですけれども、まあ、ぜひご都合がありましたら、ぜひ遊びに来てくださると幸いだなというのが、そういうあれでございます。ちょっくらその予定といいますか、そのプランニングの方をお話しさせていただきますと、19日水曜日から、スタートいたします。で、19日水曜日、どこに行くかといいますと、ちょっくら東北の方に行きまして、仙台でございます。仙台のケーズスタジオさんのサンスタ。で、17時から19時の2時間という感じです。で、その次、木曜日、20日木曜日は宇都宮になりまして、去年と同じビートクラブさんです。ビートクラブさんの一番大きい、A スタジオで18時、20時。で、そのままこう仙台、宇都宮と下がってきて、その次は千葉です。これは毎年おなじみの柏。でございます。柏の今年は柏6163というスタジオの C スタジオで、C スタジオで17時、19時という感じです。17時、19時。で、その次、22日土曜日、こちらも、おなじみでございます。新宿。で、こちらは去年と同じスタジオノードさんの一番大きい G スタジオで、17.5、5時半ですね、17.5 から20.5、3時間という感じです。で、東北の方からこうババババッと下がってきて、さあ、最後はどうなるんだという話になりますと、なんと北海道に飛びます。北海道、札幌、しまった、俺、札幌という漢字を書いたことがないかもしれない。札幌、タキン書いてこうか、ポロという漢字を初めて書いたかもしれないです。札幌の駅前のパルコさんの中にある、島村楽器さんのスタジオで、16時から19時の3時間という感じです。今年の8月の夏巡業はこんな日程で、各地を回ってみたいなと思いますので、ぜひともお近くにお住まいの方、遊びに来ていただけますと幸いですという感じです。まあ、ちょっとね、その仙台とか宇都宮に関しては、そのもう水曜日とか木曜日とか、むちゃくちゃ平日になってしまうんですけれども、まあ、ちょっとそのお仕事終わり、学校終わりに、ちょっとこうパラパラっと遊びに来ていただけると、すごく幸いだなという感じです。まあ、いずれの会場もその、なんかこのスタジオの後になんかこうご飯食べたりとかして、なんかちょっとこのほほんとする時間がありますので、まあ、ちょっと間に合わなくても。スタジオの方に間に合わなくても、そういった時間だけでも楽しんでいただければなという感じでしょうか。で、まあ、この夏巡業、何をするんだという話になりますと、これがすごく難しいところでございまして、なんかこう、人がすごい少ないとき、なんか5人とか6人とかのときは、本当にね、なんかすごいみんなで一緒にこうギター弾いて、こうずっとボロボロパラ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 と、なんかこう雑談とかしながら、なんかその高校生とかだったら、その学校の話とか聞いて、へえ、そうなんだ、へえ、みたいな感じの話をしたりとかして、過ごしているときもあれば、50人、60人とかこうバッと集まってくださったときは、その僕は普通にこうバッとこうライブっぽい感じで演奏したりとかするときもありますし、まあ、もしくは希望があればなんかこうブルースセッションしたりとか、なんかこう、これどうするんですかみたいな質問に答えたりとか、まあ、単純にライブっぽく演奏したりとかするときもあるような感じでございます。まあ、今回はちょっと時間を短めに設定してしまったんですけれども、ちょっとこの僕がプラプラっとこう披露させていただくことが多いかななんていう感じでございます。で、他にはそのよく多いのが、皆さんにギターを持ってきていただいて、なんかちょっとこのギター弾いてくださいみたいな感じで、僕がこうバラバラと弾いて、あ、これこんな感じでこんな感じですね、こうした方がもっといいかもしれないですって、こんな感じにすると、なんかいい感じで、バーン、ワオっていう、なんかそんな話をしたりとかもしております。で、まあ、僕のこのギター、私の相棒、まちこさんもその各会場に同行しておりますので、ちょっから竹澤さんのギター弾いてみてぜなんていう方も、まあ、ちょっと。
弾いてみていただければという感じです。僕はいつもこんなギターを弾いているのです。いろいろバシバシと叩いたりとかしているのです。よかったら楽しんでみてくださいませ。すごい、自分で言うのもなんですけれども、すごくいいギターです。すごくいいギターです。うわぁ、マチコやっぱ半端ねえなと思うこと、受け合いでございます。ぜひマチコに触れに来てみてくださいませ。で、まあ、いくつかちょっとこのご注意点といいますか、そのちょっとこのご留意いただきたい、お気をつけいただきたいポイントがいくつかあるんですけれども、とりあえず一つ目、なんかこう毎回毎回お布施とか言ってるんですけど、寄付に関してと、未成年者のことについてと、あと誘導のことについてと、撮影のことについて、ちょっと4つございます。ごめんなさい、話が長くて申し訳ないんですけれども、もしちょっと行こうかなと思っている方は、一度ご確認いただけますと幸いでございます。とりあえず1つ目、それぞれの各スタジオ その事前申し込みとか、その参加費とかは基本的になくて大丈夫です。当日、なんとなくなんかこう思いつきでフラッと行ってみようかなという感じで思いつきで来てくださって大丈夫です。まあ、別にメールをしていただく必要もないですし、まあ、Twitter で一言言っていただいたりとかしていただければちょっと嬉しいなというぐらいで、別にそんな一言もなくていいですし、本当当日フラッと来る感じでも全然大丈夫でございます。ただし、ちょっとそれぞれのスタジオ代とか交通費とかが結構馬鹿にならない額になってきてしまうので、もしよろしければなんですけれども、なんかこの寄付をいただけると、カンパといいますか、寄付といいますか、お布施といいますか、うん、そういうのをいただけるとすごく幸いでございます。毎年毎年、1000円以上寄付していただいた方には、まあ、こんなステッカーと、こんなピックを差し上げておりますので、よかったら検討してみていただければという感じです。ちょっとピックはなんか着々とデザインとか材質が変わってきていて、今、最新ピックはこんな感じなんですけれども、こんなものを差し上げたいなという感じです。1000円以上寄付していただいた方、というか1000円以上というか1000円ですね。1000円まで。1000円寄付していただいた方は、このステッカー1枚と、このオリジナルピック5枚をプレゼントさせていただきますので、よかったら。ご検討くださいませということです。そうしていただきますと、とっても助かります。今年、飛行機とか使うので、とっても助かります。マジ、交通費がバカにならね、大丈夫なんだろうか、何かと大丈夫なんだろうか、まあ、そんな不安になっているわけでございますよ。よかったら、そんな寄付をしてくださいませ。よろしくお願いします。で、2つ目、もちろんなんですけれども、その当日、スタジオ内とか、まあ、そのスタジオの後とかに関して、未成年者の方は、飲酒喫煙は NG の方向でちょっくらい行きましょう。もし何かこう問題が起こってしまうと、その参加してくださった方にちょっと迷惑をかけてしまうことになりかねないので、ちょっとその辺はお気をつけいただければなという感じです。で、3つ目、誘導に関してなんですけれども、柏と新宿はだいぶ慣れてきたので、なんとなくその、ね、土地勘みたいなのが、皆さんこのその土地のなんとなくが分かってきたんですけれども、仙台、宇都宮、ましてや札幌なんて全然分からないので、どこに何があるかとかって全然分からない感じなんですよ。なので、もしよろしければ、地元の方がいらっしゃれば、このスタジオの後、この人数だったらそこのお店行ってなんかみんなで食事したら楽しいんじゃないみたいな、なんかそういったものがありましたら、ちょっとぜひこのご案内をいただけるとすごく嬉しいなという感じです。もしくはそこのお店、なんか面白いからちょっと行ってみようよみたいな感じで誘っていただけると嬉しい感じでしょうか。ちょっとあまりにも人数が多くなってきてしまうと、毎年恒例の大阪みたいな、なんかこの、ね、夜の公園で乾杯みたいな感じになってしまうことになってしまうと思うんですけれども、でもそれはそれでいいかなと思います。ちょっと近くに公園があったりとかしたら教えてくださいませ。そんな感じで地元の方、もしいらっしゃったら、そんな感じで先導してくださるとすごく嬉しいなという感じです。で、最後、4つ目、撮影に関してなんですけれども、当日、皆さんその iPhone とかスマートフォンとか使ってこういろいろこう、ね、写真とかビデオ撮ったりとかすると思うんですが、そういうのは全然もう自由に撮っていただいて大丈夫です。普通にその僕と一緒にこの写真を撮るみたいな感じも全然ウェルカムって感じですし、なんかそれをこう Twitter とか Facebook とかにアップロードしてくださっても全然 OK です。むしろ喜んでという感じなので、そういった撮影とかはどんどんやってくださいませ。ただし、他のお客様、参加者の方に、なんですか、ご迷惑にならないんだけはご配慮いただければという感じです。はい、で、僕自身も当日、それぞれの会場でビデオカメラを回したりとかしていると思うんですけれども、ちょっとビデオカメラにあまり映りたくないぜなんていう方は、ちょっとこう僕から離れるとか、
なんかこう僕がビデオカメラ回している様子があったら、ちょっとこう、ね、コソコソっとしてみるとかっていう、なんか協力をしていただけるとすごく嬉しいなという感じです。あとあとちょっとこうビデオをまとめたりとか、その僕が撮った写真とかをまとめて、ブログとかにアップロードしたいなと思っておりますので、そのところもご協力いただけますと、幸いでございます。とりあえずまあそんな感じでしょうか。いろいろこうベラベラ喋っていると、もう10分とか、ね、経ってしまうんですよね。まあ、そんな感じです。今回ちょっとこの日程中に家に帰ることが一度もできないために、ちょっと荷物の整理を行わなければいけなくて、今回ビルコさんは持っていかないと思います。で、このビル・ローレンスですね、エレキギター。これは多分持っていかないと思います。多分、マチコさんだけの同行になってしまうかと思うんですが、まあ、ぜひそれぞれの会場でお会いできればなと、握手できればなと、写真撮れればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、あとは、ちょっと宣伝っぽくなってしまうんですが、この間こんな感じでそのソロアルバムを作ったので、よかったらこちらも検討いただけますと幸いでございます。8曲入りの、ミニアルバム、一応1500円という形で受付をさせていただいているんですけれども、まあ、よかったらこちらも検討いただけますと幸いです。もちろんサインとかももうめちゃくちゃ書きますので、よかったらよろしくお願いします。7曲。インストで1曲歌ってるみたいな、なんかそんな感じの内容です。よかったらご検討くださいませ。よろしくお願いします。すごく助かります。そんな感じで、夏巡業のお知らせでございました。他に言い残したことはないかと思うんですが、うん、多分ないでしょう。まあ、もし何かわからないことがありましたら、コメントの方に書いていただいたりとか、メールとかをしてみてくださいませ。もしくはその Twitter のリプライとかでも大丈夫です。ブログの方に詳細の方を記させていただいておりますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。で、もし皆さん、ツイッターやってらっしゃったら、ツイッターフォローしてくださると何かとスムーズかなと思います。お恥ずかしながら僕、結構方向音痴なところがあって、各スタジオになんかこう迷子になってしまってたどり着けないというパターンが結構あるんですよ。なので、その時間になっても滝沢が現れねえぞというパターンも何気に結構あったりとかするので、ちょっと滝沢は今何してんだと。ということを把握していただくためにも、まあ、Twitter をフォローしていただいたりとか、なんかこうブックマークとかしていただくと何かとスムーズかなと思います。ちょっとその辺はお手数をおかけして申し訳ないんですが、ぜひよろしくお願いします。という感じでしょうか。それでは、ぜひ、まちこさん、聴きに来てくださいませ。僕もベラベラとギター演奏したりとかしますので、ぜひ演奏を聴きに来てくださいませ。よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。もしくはそれぞれの会場でお会いいたしましょう。さよなら。